ちゃん、ごめんね。守ってあげられなくて。ハミちゃん、悪な心と悪夢をまき散らすお前などセーラー戦士が月に変わってお仕置きするわ。よく見ておくといいわ。みんなの夢見る力、美しい夢の力を。己まだ歯向かうか。みんないいだろう。ここが貴様たちのラストステージだ。96年サマースペシャルミュージカル美少女戦士セーラームーンセーラースターズの舞台、楽しんでいただけましたか？このビデオは私たちに会いに来てくれた人たちへセーラースターズからのスペシャルプレゼントです。ミュージカルセーラームーンがどうやって作られたか最後まで楽しんでくださいね。さあ96年サマースペシャルミュージカル美少女戦士セーラームーンセーラースターズ公式ガイドビデオ始めます。こうしてらっしゃるんでしょうかね。緊張したな。ふふふふって感じですね。チラッと見てみこ。ピース。かわいいね。はい、親子です。何？バカ、みんなで台本読むの。バカ。みんな真剣真剣。いやー大変大変。大変だなこれから。で開いてたと思って。あ、だ、だ、オーライだ。違う。カメラが寄るとシャキーン。はい、この方が演出家の平光さんです。いつもお世話になってます。Thank you.
振り付けの柳明子です。いかがでしたか？今回は今まで以上に強いいろいろな個性のセーラー戦士がたくさん加わりました。お稽古場ではライバル意識とか和気あいあいいろいろなことで大変でした。皆さんも楽しんでいただけたと思います。ミュージカルセーラームーンといえばアクション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 、アクション監督やってます西本です。今回はまた新しいバージョンになりまして、歌も踊りもアクションも結構盛りだくさんにあったと思います。楽しんでいただけましたでしょうか？またいつか会える日をお楽しみに。また来週。メインキャスト15人をドーンと紹介しちゃいます。それじゃあウサギちゃんから行ってみよう。ゴー。我らを守護さし星の光よ、太陽系のセーラークリスタルシードよ、その力で我が戦士たちに再び命を。皆さんこんにちは、セーラームーン役の大山杏奈です。今日のステージはどうでしたか？時代劇のシーンは楽しかったでしょう。これからも一生懸命頑張るので応援よろしくね。ダメよウサギちゃん、あなたが死んだら未来はどうなるの？あなたが生きててくれれば私たちの夢は生き残るのよ。セーラーマーキュリー役の森奈彩子です。早いもので初演からもう4年目。私もセーラーマーキュリー水奈美ちゃんと共に輝く明日の未来のためにみんなで頑張りたいと思います。私たちに男なんていらない、もう決めた人がいるもの。マーズ役の小谷美佐子です。セーラームーンと別れるシーンでは本気で泣いちゃった。今年もパワー全開で頑張ります。スリーライツ、お前たちの正体は何者だ？そしてセーラージュピター役の佐藤恵美香です。今回は初めての舞台だったのでちょっと緊張しましたが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか？これからも応援よろしくお願いします。セーラームーン、流星があんなに。セーラーヴィーナス役の中谷かなつです。今までミュージカルは見るものだと思っていた私が今回初めて舞台に立ちます。今は毎日が緊張の連続ですが、何もわからない私だから吸収できることはたくさんあると思っています。ギャラクシア、貴様みたいなクズには一生わからないことがある。セーラーウラヌス役の木村さないです。最初のクラシックのピアノのシーン、もうちょっと弾きたかったな。応援ありがとう。死ぬのが怖いんじゃないわ、小さな幸せをなくすのが怖い。
ーラーネプチューン役の田原ひろ子です。皆さんの笑顔は私にとっての一番のエネルギーになります。ぜひ応援してください。私たちが戦う戦士でないならこう呼んでください。私たちはセーラームーンを守る星のナイト。ミュージカル楽しんでいただけましたか？セーラープルート役の斉藤玲です。最近の私は普段の自分でいるよりプルートでいる方がとても心が落ち着きます。どうぞプルート同様これからもこのミュージカルを皆さんで応援してくださいね。沈黙の星、土星を死後に持つ破滅と誕生の戦士セーラーサタンが死を放つ。こんにちは、セーラーサタン役の武田恵子です。ホタルちゃんは可愛らしく、セーラーサタンはあくまでも神秘的に演じられたかな。これからもよろしくね。セーラーチビムただいま参上。チビムーン役の白玉キディアです。私がワープした江戸時代のシーン楽しかったな。宿題頑張ろうね。夜の暗闇貫いて自由の大気駆け抜ける、三つの聖なる流れ星。皆さん、はじめまして。セーラースターファイター役の片山さゆりです。私の聖夜行はどうでしたか？ミュージカルというのは、とにかく何もかも初めてで、すごく緊張したけれども、私なりに一生懸命頑張りました。私の夢は、シンガーになることで、いつかこのスターライツのようなメンバーで、かっこいい歌が歌えたらいいと思います。セーラースターメイカー大気候役の小野光です。私が得意な楽器はバイオリンなんですが、今回は、ベースギターを持たせていただいています。大気くんは見た目はとってもクールに見えるんですけど、本当は熱いやつなんじゃないかなと思います。それは、大気くんの好きな言葉で、人生はドラマ、人はみな俳優という言葉が好きなんだそうですが、それを聞いた時にとっても熱いやつなんじゃないかなと思いました。皆さんこんにちは、元気ですか？セーラースターヒーラー夜天光役の奥山桃子です。今日は歌にダンスと張り切ったつもりですが、いかがだったでしょうか？本当は女の子っぽい性格なのですが、真面目でクールで、そして何といっても笑顔が素敵な夜天君役を演じきられたでしょうか？皆様がスリーライツの曲を覚えて、今度会う時は一緒に歌っていただけたらと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ギャラクシア分からないのか？戦いは無限の戦いを呼ぶしかないんだ。皆さんこんにちは、タキシード仮面役の望月宇太です。
今回僕の論文が認められてハーバード大学へ留学することが決まりました。プロフェッサータキシード、知的によろしく。セーラームーン、真の喜びは戦いの中から生まれるのだ。それをお前に必ず分からせてやる。サラ沙織です。悪役をやるのは今回が初めてなのですが、劇場に見に来てくれた皆さんにギャラクシアって怖かったけどかっこよかったねって言われるように頑張っています。どこ探すの？楽屋に客席すのこに並く、それからもんじり着込みにどんちょん。トイレは？セーラーバスターズ。どこどこ、バスターのため、になろうともあなたには服従しません。そう言っていられるのも今のうちだけ。ギャラクシア、力で人は支配できません。で、君たちは一体何をどこで練習してるの？遠くを見てる。どっか遠くを練習してたんだよね、男ってね。いや、爽やか系じゃん。そうそう、ね、でもなんか青春しちゃってるって感じ。どう見ても男にしか見えない。いや、男だ。さゆりの
真剣な顔初めて見たんだよねこれ。めっちゃ幸せ。音楽監督、作曲、編曲を、させていただきました小坂明子です、このセーラームーンのミュージカルは今年で4作目になりましたけれども、セーラームーンはあくまでもかっこいい音楽、これがまず第一の目標で、そしていつまでも皆さんの心に残るもの、そういうふうなコンセプトでずっと書いてきました。今年の音楽もまたずっと皆さんの心の中に残ってくれれば嬉しく思います。セーラームーンミュージカルの作詞を担当いたしました冬森佳代子です。今年は一段と大作になっていたと思いますが、いかがでしたでしょうか。このミュージカルはその年齢層がとても広いファンを持っておりまして、小さいお子様方からお母様方、それから大人の方まで楽しんでいただけるように、詩を書くときもそれを一番の念頭に置いて作っております。でそれぞれのその立場からそれぞれの真実がつかめる、それを目標に詩を書いておりますが、いかがでしたでしょうか。一つ戦いが終わり、ひとときの安らぎの中で流し合ったキララの涙、伝説へ静かに変わるでしょう。そこのところでそれぞれの自分に戻って階段に座って、ポツンとその今までの戦いやら星空やら夕焼けやら、そんなものを頭の中にふわっと浮かべながら歌うっていう、すごく素敵なシーンなんだ、そういう歌を歌ってください。はい、はい、お願いします。お願いします。ウサギ、そうやって呼ばれて普通だね。普通の女の子で、その時私一番輝いていたんだと思う。今ひとつ戦いが終わり、ひとときの安らぎの中で流し合った歌がたくさん作られていくんですよ。スターライトハネムーン、イエーイ、キッ。
締めていただきましょう。平光さん。はい、皆さんこんにちは、演出家の平光です。今日は忙しい中ご来場くださってどうもありがとうございます。演出家っていうのを知らない子どもたち皆さん多いと思いますが、演出家っていうのはただの交通整理のおじさんです。いかがでしたか、今回のセーラームーン。みんな頑張って、一生懸命やりました。僕が一番好きなシーンは、江戸時代です。今度はですね、全編時代劇の、セーラームーンをやってみたいなんかしてそう思っております。今後ともセーラームーンよろしくお願いします。月に変わってお酒よ。ミュージカル美少女戦士セーラームーンセーラースターズ公式ガイドビデオ、楽しんでいただけましたか？こうして見ると歌ったり踊ったり泣いたり笑ったり大変だったよね。でも楽しかったな。本番も終わったことだし、みんなで温泉行こうか。いいね。ま、そんなことはいいとして、きっとまたどこかでお会いしましょうね。バイビー。